はい、こちらレース東日本一条専用一着で立ち上がりました茨城の吉田拓也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はどういう作戦だったんですか？はい、まあ、3分戦なんで、まあ、力勝負になるかなと思います、ね、青野選手が切りに行ったところで7番手になりましたけども、あそこはどういう感じですか？まあ、ああなったら腹くくっていけるところから緩んだところだったんで、まあそれがホームだったんで、はい、あそこも追わずにいけるところから。そうですね、はい、実際、まあ、難関勢はそれみんなポイントは厳しくて、はい、ああいう感じの青野選手がかけるかなっていう想定とかもされてたんですよ、ポイント状況で。ああ、まあ、まあ青野さんの師匠なんだと思うと思いますが、まあ、青野さんは絶対いい、まあ、かまされないぐらいのあれではかけるのかと思ってたんで、まあ、そこ行っても踏み合いになって、まあ、風見さんの強力になっちゃうと思うんで。足の状態はどうですか？すごく強かったですけど。あ、ちょっと今日重かったですね。はい、やっぱ初日、まあ、昨日ちょっと休んだ後にちょっと重くなっちゃった。あ、なるほど。まあ、今日刺激入ったんで、はい、足のことで。そうですね。これで一着一着ということで、青龍賞になりますけども、はい、できすぎじゃないですか。できすぎですか？はい。じゃあ、まあ、特にもセッティングとか特にいじらずに、あ、そうですね、体のケア、あとは体だけだと思うんで、はい、やっぱ今日とかも暑いですか？そうですね、ちょっと体力消耗も激しいんで、この後しっかり休みたいです。あんまり好きじゃないですか、暑いの？いや、まあ、好きな人いないんじゃないですか。慎太郎さんとかはもう暑い方がいいって言ってた。マジですか？ちょうどいいぐらいがいいです、僕は。じゃあ、青龍賞と準決勝に向けて意気込みをよろしくお願いします。はい、今日の一緒です。決勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。